学ぶ、王様のかぶるの。これは？これは冠。これは？冠の先。ひのだのさ、更新見てくれた。これ見て何か思われへんっていう。見たくない。すごいな。何も思わなかった。めっちゃ俺にそっくりだな。最初の時にさ、ご利用くださいましてありがとうございます。この便は日本航空2080、こちらは那覇空港行きでございます。この便の機長は私の客室を担当いたします中村でございます。こちらは那覇空港までの飛行時間は2列と1時間40分を予定しております。携帯電話など電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。機内モードなどに設定するか電源をお切りください。それではどうぞゆっくりお待ちください。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。皆様必ずご覧ください。ご搭乗ありがとうございます。これから安全のためにビデオをご覧いただきます。皆様必ずご覧ください。シートベルトは腰の低い位置でしっかりと締めてください。外す際はレバーを上げます。突然の揺れに備えてシートベルトは常に着用ください。お休みの際もお願いいたします。時間を作っていくとマジで自分死ぬなって。この便は全席禁煙です。携帯電話など電波を発する電子機器は機内モードなどに設定するか電源をお切りください。電波を発する状態にある電子機器は使用できません。安全を阻害する行為は法律で禁止されています。手荷物は近くの収納場所に確実に入れてください。非常口や通路には置かないでください。無理に詰め込んだり重ねると危険です。この飛行機の非常口は安全のしおりで確認できます。座席近くの2箇所の非常口を確かめてください。視界が悪い時は誘導灯に従って避難してください。酸素マスクは必要な時に出てきます。マスクを強く引くと酸素が出ます。鼻と口に当てバンドを頭にかけ長さを調節してください。これ知って緊急の時はシートベルトをしっかり締め衝撃に備える姿勢をとってください。救命胴衣は座席下または肘掛け下にあります。袋を破りて取り出します。頭からかぶり紐を腰に巻いて留め具をかけしっかりと締めてください。
ねえや、京都の大学。乗務員の指示に従い、非常口で引き手を引いて膨らませてください。膨らみが足りないときは、チューブから息を吹き込みます。非常口には脱出用スライドがあります。脱出の際には、手荷物は一切持たないでください。両手は前に伸ばして、上体を起こして滑ります。援助する際には、スライド横に立ち、体を引き起こしてください。滑り降りた後は、機体から速やかに離れてください。お手元の安全のしおりをもう一度ご確認ください。快適な空の旅をお楽しみください。では機内インターネット接続サービスを無料でお楽しみいただけます。このサービスは離陸の約5分後から着陸の約5分前までご利用いただけます。詳しくはシートポケット内のリーフレットをご参照ください。今のは多分これのことでしょう。 Wi-Fi 無料 Wi-Fi 空の上で Wi-Fi をもっと楽しもう。
シートベルトをもう一度お確かめください。またベルトサイン点灯中はお膝の上のお子様をしっかりとお抱きください。
閉めください。また、毛布をお使いになる際は毛布の上からお閉めください。この便では、JAL とシルバの失礼いたしました。JAL とピアの共同制作によるオリジナルクーポンボックス、シュラナビをご用意しております。シュラナビには便利なガイドマップのほか、沖縄のレストランやお店で受けられるいろいろな特典が満載です。まもなく乗務員がお配りいたしますので、ご希望のお客様はどうぞお受け取りください。また、まもなくお飲み物をご用意いたします。この便では、通常のお飲み物に加え、9月11日、発売開始予定の季節限定商品、ファンタ情熱のオレンジをご用意しております。それとのものあった情熱のオレンジ。ご希望のお客様はお気軽に乗務員にお申し付けください。そりゃそうやな。というわけで僕はファンタ情熱のオレンジを頼もうと思います、YouTube 撮るのでまたここにクリックしたら出るようにしておきます。